詳細なんですけど、はい、まあ、後でちゃんと簡単に説明するんですけど、あんまり刺激とか感じないんですけど、この治療本当に僕いいと思ってて、これもっと知ればもっとなんかトレーニングの質上がるのになって僕思ってるんで、教えたい気持ちもあれば、なんか強い人には教えたくない。同じクラスが絶対嫌です。でもまあなんか順に勝っていくとなんかもういいかなと思って、どんどん今勝ちまくってますね。そうですね。余裕ですね。止まらないですね。止まらないですね。もういいです。やめてください。それでキャラじゃないんで。絶対普段。一応せっかく今日来てもらったので、僕がなんかどんな感じでなんかこの仕事やってるかって5分ぐらいで映像をまとめたのを作ってあるので、なんかよかったら見てもらって。足も止まりました。でもなんか。萩原慎也やりました。おめでとうございます。
こんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。変な僕です。ちょっとそんな拍手もらったことないでやめてください。そんな拍手もらったことないのでやめてください。まあ、そんな感じですね。なんか結構メタボだったんですよ、めっちゃ。今見てびっくりしました。なんか割となんか順風満帆にいってる感じですけど、めっちゃアトピーもひどかったですし、でメタボですし、結構会社では有名なプーさんなんですけど、というか、なんかこの治療って正直座ってるだけで完結するんですけど、フィットネスって動かなきゃいけないから、なんか相反するものなんですよ。だから交わることはあんまりないんですけど、僕は両方やった方がいいんじゃないかなっていうのが、なんか証明できたらなって思ってはいて、こういうなんかこう大会に出たっていうコンセプトがあるというか、なんかこうただ出て認められて終わりだとなんかつまんないし、多分リバリタックスさんともとかもなんかこうテーマがあって出てたりするのを僕感じるんで、なんか行きたかったなっていうのがあって、なんか福岡大会ってめっちゃ良かったなと思うのが、シアさんが出てて、なんかこう結構映像係とかいたりとか、その5位入賞した時のあの喜びとかすごい勉強になったというか、なんかねストーリー性を感じることが多かったので、だからこういつかはこう縁があればなっていう感じだったんですよ。なんかだからこうなんですか、ね、ただ出てる人とは全くにもだいぶ違うんじゃないかなって思っているので、ただ認められたいだけじゃない気がするというか、まあ、多分仕事にも活かせてるし、僕その日本大会とか行くとその応援が結構多いんですけど、その応援が多いっていうのはまあ一個の作戦だと思うんですけど、でもあんまりそこまでいっぱい応援いないんですけど、多分卓員の応援結構大きいんですよ。僕選手より結構応援の方を見てる傾向があって、あのこの前もちょうどその来る前に、はい、あの日本大会の映像を見たんですけど、なんか7番とかめっちゃわーって盛り上がってて、あちゃんとみんなの応援なんやろなとか思ったりとか、うん、僕あの SNS も全く会ったことない人なんですよ。あマジですか。社内関係なくて、いやもうこれはあれやファンや、それ ね、 ね社内3人だけや、そう社内3人であれ北海道とか九州とか、うちは大会の時にやば半分ぐらいは初めて本当ですか。だからチャットではやりとりしてるんです。ライブの配信で僕はコメントしてて、はい、顔見たことないんですけど、僕は知ってるみたいな感じで。やばっ。みんなで盛り上がって、みんなで行こうって向こうで盛り上がって。すごないですかそれ。すごい。だからやっぱ頑張れてるところあるね。すごい。コンセプトというかそのあたりで言うと、やっぱそこの感謝とかもあって頑張れてる。ああなるほどね。そういうことか。すごいっすね。どこからそういうパワーがあるんですかね。でも、はい、あれでした。なんか大会僕マッスルだったんで、はい、個人的に言うと去年の自分よりもでかくなって、はい、行ったら勝てるんじゃないかみたいな感じの夢があったんですけど、はい、3回勝ってるわけじゃないですか、はい、どういうモチベーションで行ってるかがちょっと分かんないですよ。これで、あー、どこの例えばでかくしてもそれてくるじゃないですか、ちっちゃくなりすぎても多分それてくるじゃないですか、はい、どこモチベーションにしてそれ調整して3回勝ってるのかっていうのがすげえなと思う。僕は多分クライアントさんとかがいるから、はい、なんなんですかね、まあ、それは勝てたら一番いいですよね。3連覇とかになったら箔つくし、もうこれ以上多分ないと思うので、箔がつくからやモチベーションを上げるために頑張ってましたけど、一番はそのクライアントさんがあのこういうベスボのトレンドあったからこうするといいよっていうのが出てみないと分かんない時あるんですよ。例えば自分がカラーこの前ターニングしたらステージでこう映ったからこのぐらいじゃちょっと弱くなるかなとか、アドバイスできるじゃないですか。自分がこんぐらいやってとか、自分がこんぐらい減量したらこうなったとか、ステージングあなんか去年とちょっと感じ違ったなとかあれば、それをなんかその大会でアドバイスできるじゃないですか、だからなんすか、あの福岡の大会も僕結構その何個か実験してたことがあって、その実験の結果が自分 の、 その日本大会とかお客さんに行けばいいかなと思ってました。だからモチベーション的には勝つというより勝ったらいいなぐらいしか思ってないです。物理的にちょっと勝てないと思ってたんで、モデルジャパンなんか年々増えてるじゃないですか、今年も大
すぎるよ。だからあんまりモチベーションというか、ただ好きなんですかね。そういうのが面白くないですか、ね、僕は。面白いです。僕は好きです。認められてね、そりゃ、勝てばそりゃそれなりに好きになりますけど。あとやっぱね、出会いっすね。そうですね。絶対に。だって、福岡とかもあんな近くにいると思わなかったので、やっぱテンション上がりましたしね。その後も1時間くらい話がつきつつ、トレーニングブース&スタジオを見学させていただきました。言い切ってる、言い切ってる、間違いないです。決勝に行ったらどれにしようかなって。でもね、それを凌駕するぐらいの体を持ってるからね。やばないっすか、本当に。ベンチっぽいっすか、やばないっすか。ははは、これちょっと肝臓があるみたいな。2個肝臓がある。肝硬変の肝臓。ジャンルがもう違うね、これは。前に隠れそう。隠れるとも隠れるとも。ほら。そう、あれですよね。こうやった方がいいですね。こうやってやって、こうやってもらって。でかいジャンルですからね。でかいジャンルの中でもすごいでかい人だからね。そうなんですよね。最近まで。遠近法でなんかできる。そういうことなんですね。スタジオ行きましょう。なんか前の人みたいにジムというよりなんかこう高齢の人も多いので、初級から中級みたいな感じでやってるんで、割となんかカーブス感もあるんですよ。バチバチに鍛えたいっていうよりはサーブとか、それをレクチャーしていくよ。まだね、4年くらいしかやってないですけど、毎日喜んでますね。